お疲れ様です。競輪いつきチャンネルいつきです。今日から抱負競輪の方がスタートしますのでね、抱負競輪の方を楽しんでいきたいと思います。予想の方はメンバーシップで出しておりますので、予想が知りたい方はね、メンバーシップご登録をお待ちしております。その予想が当たってるのか外れてるのか知りたい方は、チャンネル登録をね、していただきまして、 通知ボタンをオンにしてください。そうしますと、私が毎日ご報告させていただきます。この前説が長いと思われる方は、説明欄に、目次というのを、ね、貼ってあります。そこでね、レースの方を、10レース、11レース、12レースとかっていうのをね、書いてありますので、お好きな、ね、レースを押していただければ、そこまでスキップするということになっておりますので、スキップ機能をご活用してください。さあ、メンバーと並びということで、二分線です。 6、3、4、6番の大川に3番の高橋、4番の横山が固めていきます。2、5、7、1、2番の町田、大河に5番の金貝、七7番の中本、翔英に1番の園田ということで、2分戦ですね。まあ2番の町田、大河が逃げて、それを6番の大川がまくる体制になるのか、それとも大川も特選だけにね、2番の町田とやり合うのかというところがポイントになるのかなと。 F1 戦を走らせればね、M 類の強さを発揮する町田、大河ということで、この番手を5番の金貝が回ってるんですよね。金貝も自力選手ということなんで、ついてさえいければね、直線かわすんじゃないかと思うんですけれど、町田のダッシュ力にね、ついていけなかった時っていうのが、大川がすっぽりはまってしまうなんていうこともね、 あるのかなというふうに思います。ただその時は町田がぶっちぎっていて、オーカーが第二選考のような、ね、形になるということも、ね、考えております。じゃあこれね、誰から売れているのかなということをね、まあ、確認していきたいんですけれど、 もちろん町田、大河からですよね。ということで、2番5番8.5倍、2番7番が9.4倍ということで、2番3番、3番2番がね、意外とついてるんですね。2番3番10.1倍、3番2番が17.4倍ということで、まあラインですからね、2番5番、5番2番っていうのは押さえておかないといけませんけれども、まあ結構ね、2番3番、2番ね、3番2番というのもね、美味しいのかなと。 そして、私は5番の金替えからということですから、5番2番16.7倍。 2番5番、まあ、8.5倍ということで、まあ、ここ、本線集めということでね、あとは5番から、5番7番、18.8倍、5番4番がね、76.7倍ということで、えー、美味しいかなと。えー、そして、6番のオーカーが逃げて、3番のね、えー、高橋がバンテマークで行った時ですよね、3番4番11.3倍、4番3番18.3倍、3番2番17.4倍、3番6番、えー、58.6倍、えー、58倍ということで、なかなか高配当じゃないかなと。まあ 問題はね、たまに2番の町だもね、まくりに回る時があるんですけれども、まあ、ここ特選でね、まあ、九州勢がずらりとついてるということなんでね、まあ、果敢に2番と6番のもがき合いがね、見たいかなと、そしてどちらの方がね、力が上なのかということをね、確認していきたいかなと思っております。さあ、どのような結末を迎えているのか、早速確認しに行きましょう。スタートです。 1>, 1番福岡、園田匠です2番広島、町田大我3番福島、高橋信也4番茨城、横山、下則5番佐賀、金谷江勇樹6番青森、大川武史そして7番熊本、中本翔栄以上の S 級一般シードメンバー7名の対戦です開催初日の最終12列 S 級初日特選競争です 3番の高橋真也内からは2番の町田大河、内側生かした町田大河が2コーナー手前高橋真也を救って前を取り切りました西側前からそして東日本勢が後ろ攻めに来たでになっていきそうです3番の高橋真也の上から九州勢がずらっとこれから並んでまいります後方ですが東日本勢今日は大川武が先方役です 徐々に九州勢の並びも固まって2周目に入りまして4対3ラインが2つ出来上がりました九州トリオに任されました2番手広島町田大賀です前走の玉野で今年三3度目の優勝バック19本を持っています自力持った5番佐賀金川勇気が町田と初連携そしてラインの3番手競争得点111点を持っている7番中本翔英前走は地元熊本記念で2勝をマーク 1>, 1番の園田匠前走のベップ、G、3スイナイターで決勝進出ラインを固めて4番手西日本勢です3周目に向かいます5番手後ろ攻め青森1 2 1の6番大川武史今季初めて1般に勝敗いたしましたバックは10本持っています自力持った3番高橋慎也大川とは初連携ここ2場所青森記念多摩の F1 連続決勝進出です ラインの3番手今年優勝が1回ある茨城4番の横山下乗であります東日本勢です東西2分線町田率いる西4社が前からそして6番の大川率いる東3社が5番抵抗を後ろ攻め青番の標識残り3周です1番の園田が3番手の少し車間を空けて大川にこれは園田が揺さぶってきている状況です2番の町田も先頭に以内でだいぶ距離を空けた 2コーナー、5番手から大川踏み込んで町田もスピードを上げている4周、3コーナー早くもスピード上がった強引に大川が町田を叩こうとする町田が引きつける余裕あるか、残り2周まだ残り2周ですスピードがさらに上がってくるが大川が叩けない交代します3番の高橋慎也3番、外を切り替えて ジャンから踏み込むをするが2番手金貝勝、金谷がておおっと4コーナーで3番の高橋が落車最終周回、競争6人です2番の町田5番金谷7番の中本1番の園田4番の横山切り替え5番手離れて6番の大川が6番手5番手から最終3コーナー4番の横山ちを継ぐ4番手か1番の園田が合わせて縦勝負です一気に捉えるか直線4番手か1番園田が追い込んできました 1>, 1番7番2番5番4番6番で入社でしょうか。 30年以上ね、競輪の方を見続けているんですけれど、こんなことをしたのはね、一番の園田だけじゃないかなと。普通、こういうことをするんだったらね、4番手を片づめずに短期を選択するんですね。えー、そして、周回中は4番手を回っていて、というんだったら納得できるんですけれど、4番手固めて何してんねんという話でね、私は普段選手のことはあまりね、 えこうとやかく言わないようにしてるんですよね。まあ選手も一生懸命走ってるということがありますんで。ただこれはね、ライン戦ということで考えていったらダメでしょうということでね。まあ何がダメだったのか見ていただきたいと。まずは町田大河が突っ張っておりますよね。これラインの先頭でね、かけていくということで。あとはラインの選手はね、それぞれの番手、3番手、4番手をね、しっかりと固めていくというのがね、これ。 筋なんですよね。4番が横山ですね。こちら1番のその他のところを、まあ、救いに行くんですよね。その時ですよ。その他のする行動は何なのかということでね。三角まっくり打ったらあかんやろうということで。いや皆さんどう思いますか今からですよということでね。4番がうちを救いに行く。1番のそのここから発信してると。みんなびっくりしてるじゃないですか。7番も5番もえって言って確認したでしょ。 あんなことするやつ初めて見たということでね、5番にしても7番にしても直線に入るまで待っているわけですよ。そして直線に入ったらみんなで用意どんで1着を狙いに行くというのが競輪ですよ。 4番手固めてる選手がまくってどうすんねんという話で、これは本当ね、ライン戦ということでね、あった時にびっくりですよ。えこんなことしたのは本当、園田が初めて見たということで、皆さんこういうこと見たことあります ?4 番手固めていた選手が三角からまくっていったと。番手の選手も、3番手の選手も動いていないのにですよ。さあ、前の選手がね、予想の選手に取られて、位置をね、えそして、まあ、後ろの選手がまくっていくなんていうのはね、たまにあるんですよ。それはね、 まあ致し方なしかなと思うんですけれど番手の選手も3番手の選手もしっかりと追走している中4番手の選手が三角からまくるこんなレースはね前代未聞見たのは初めてでしたもちろんね予想の方は外れております予想が外れたから起こってるんではなくて初めからこういうことをするんだったら4番手を固めずに短期で走れとそして、えー、元から並んだ時には 4番手にいたとしても、3番からまくっていてもね、それは、はじめから、あ、そういうことをするために短期を選択したんだなということでね、納得できるんですけれど、これはね、私はどう考えても納得できません。皆さんはどうお考えになりますかコメントください。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お待ちしております。